おまけのおまけだよ。しかし、アマワがパソコンで撮った動画は、マイクロソフト社は全て見れるわけだし、ソフトバンク NTT も全て見れる。スマホの方もソフトバンク NTT は全て見れるわけ。Google だけが見れるわけ。そして、Facebook 社とか、Twitter 社とか、そのとこだけが見れるわけでもない。でしょ？なんか心配しなくていいよ。そして、こんな風に申したってことは、今申し上げた企業は、アマーの動画を見てもいいよ。記憶してもいいよ。ということで、散々諜報機関について語ったってことは、日本の外務省などを含む機関は、これを見てもいいんですよっていう。暗示にはかならないでしょ？資産にはかならないでしょ？ね、じゃあ、あなた方の政府は、きっといつかこの情報を掴むだろう、ね。その順番を勝手にアメリカ合衆国などが決めてしまうかもしれないけれど、案ずる中で。な、そんな大事なことか、これ。もっともっと大事なことがあるだろう。な、以上。でしょ？